けの出汁で煮込むので、ほうほうほう、味が。ちょっとなんかおすすめを、そうですね、前1回でしたね。次は鮭の出汁で煮込むので、ほうほうほう、味がちょっと変わります。あ、ちょっとやっぱ甘めになったりとか、いや、そういうわけでもなく、パリするというか、なんか、なんていうんだろう、ちょっと新しい、ちょっと気になります。ほう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 、全然あの真夏ですけど、夏だと肉うどんでもいいんです。あ、じゃあそれを肉の、はい、お願いします。お持ち帰りってどんな感じなんですか。もううどんのお持ち帰りできるってことですか。そうです、こんな感じで袋になるのと、もうあのすぐ食べられる方は容器とかで、はい、別々して、はい、ですですです。容器もこんな感じで、これにうどんが入って、結構大きいですね。薬味がパサパサにならんように、シャバシャバにならんように、これに中蓋がついて、これで蓋するんで、これちょっと70円かかっちゃうんですけど、でもちゃんとこぼれないよ。そうですね、なんかちゃっちゃっ閉まるんで、めっちゃ閉めにくいですけど、まあ開けるとパッみたいな感じ。そうですね、ただちょっと力が、あと数ヶ月したら、うん、あの冷凍でのうどんも、あの今ちょっと地方発送もするんだけど、まあうちのお店とかマミのいいところをこう乗っけて、なんとかできんかなと思って今準備中なので、地方発送では会話は無理じゃけん。そうですよね、例えば手書きのちょっとメッセージを入れるとか、そういうのでそのマミの良さをね、発信できたらいいかなと思って。ありがとうございます。1からやってですね。ですです。結構暑いですね。なんか倒れないようにしっかり水分補給。めっちゃアクエリアス入り込んだ。湿度もすごいね。ね。
ごい優しい味でなんかこれやっぱ暑いのがいいですね。そうですね、涼しい中で暑いの食べるのこれまたいいですね。うーん、こういうあの夏の時期って冷たいものばっか食べてあの胃がね疲れて、そこにまたこの温かいうどんをね食べるとやっぱなんか落ち着きますね。日本人ね、染みますねこれお肉もなんかすごい柔らかそう。うん、あ、おいしいですね。うまみが詰まってます。うん、あ、すみません、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。営業時間は朝の11時から、今コロナが収まるまでは、あのきちんと落ち着くまでは20時まで。あ、20時、はい、あの昼休憩はない。あ、ないですね、はい、で、定休日は月曜日。あ、わかりました、はい、すみません、美味しいうどんをいただきました、うん、本当にあの夏、このもう外は炎天下の中ですけど、あのね、中であのあったかいうどん最初大丈夫かなと思ったんですけど全然ごめんなさい、全然いけますね。大丈夫大丈夫です、全然いけますね。どうもありがとうございます。もうあの好きな人は本当に大好きなので、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた寄らせていただきますので、あのまた元気で頑張って。はい、すいませんすごいパワーいただきましたありがとうございます。私も元気をもらいました。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。